レベル上げしとんねん。イベント起きんのやめてくれ。5人しかおらんねん、この船。もう何度目のループになるだろうね。一体どれだけグノーシア汚染者たちと戦ってきたんだろう。私自身汚染者として今まで何人を消してきたのかもう覚えていられない。随分歳を取ってしまったような気がする。節の顔に疲れが見える。大丈夫か、お前。元気ないんか？一緒に遊ぼうぜ！グノーシアのことなんて忘れて一緒に遊ぼうぜ！え？遊ぼうぜ。みんなもう集合してるだろう。勝手に抜けるわけにいかない。すごい。こんな焦ってるステッチャンあんまり見えへん。この船の中でできそうな息抜きといえば、釣りだー。それじゃ話し合いに、あれ、トウコそっちじゃないよ。そんなに引っ張らなくても分かった分かったから行くから。集合なんてな、いつでもええんじゃ。釣りは今しかできへんやろがい。水質管理室の貯水タンクに合成魚を放し釣りをしている。めちゃくちゃか俺ら。いや釣りって楽しいんだね。どうとはこの調子は。全く一匹も釣れていない。あ、うん、そういう時もあるんだよきっと。気を落とさずに。あれ、またかかった。これはすごい手応えだよ、大物だ。合成魚やけどね。俺が放ったやつやけど、ここで一気に。乙女やん。どうしたん？驚いたのはこっちだよ。乙女どうしてタンクの中に。あのお魚さんがいっぱいだったので私も泳ぎたいなって思って。君素で出てきたらおっさんや。ほとんど小太りのおっさんやないかお前。悪いけど乙女、もうしばらくの間タンク使わせてもらってもいいかな。それはもちろんなのです。あ、でもあの、どうしたの？さっきみんなで話し合いしたんですけど、そのセスさんとトワコさん、あー、私たちがコールドスリープすることに決まった？あの、ごめんなさい。まあ、消えへんかったしな。コールドスリープの前にもう一つにしようか。私はどうやら釣りが気に入ってしまったみたいだ。だんだんコツも飲み込めてきたしね。餌なんてなくてもいいんだ。え、あ、そうなの？エラに引っかかる手応えがあったら一気に、こう！やっと思ったけど。ありがとう、トワコ。私が落ち込んでいたから誘ってくれたんだろう。トワコには借りばっかり増えてしまうな。借りは返せ。ここで借りは返せ押せるやつの気が知れへん。疲れてんねんからしゃあないやねんか。トワコがいなければ私はここにいないんだから。今日は楽しかったな。結局乙女を何回釣り上げたんだろう。最後に乙女の口血だらけだった。乙女が悪いやろ。今日私はこう思ったんだ。もしこの先ループを抜けられる時が来るとしたら、その時はこの船のみんなにも救われてほしい。誰も苦しまずに済む形でループを終わらせたいんだ。気の花い林だね。まだまだ先は長そう。まあ、このループは乙女がだいぶ傷ついてしまったからね。さあ、そろそろ終わりにしようか。翌日、口の周り血だらけで話し合いに来る乙女めっちゃおもろいな。はあ。まあ、俺らこうって終わりなんですけどね。お、バグ。乗員12名。エンジニアはいるけれども、ドクターも守護天使も留守番もなし。強靭あり、バグあり。バグちょっとやってみるか。こんにちは、俺はバグ。そしてループは71。そしてみんなでお話ししましょう。よーし。僕はバグです。よろしくお願いします。バグっております。どうも、カセット半差しです。なんや、いきなり。そらそうやろ。僕に何のメリットがあるの？ないね。皆無だ。そうやと思う。ジナさんはさっきから様子がおかしいような。なるほど。ジナは弁護の方が多い。俺も弁護に加わろう。俺らがレムナン、お前適当なこと言いやがって。エンジニア権限のお持ちの方はご公表なさいません。出ない。なるほど。まあ僕はバグ、ヨウコと呼ばれる、役職ですが、ヨウコは、
あまり名乗り出ないんじゃないのかなと。いや、ちょっとわかんないです。陽子で名乗り出るという戦法もあるんやと思うんですけど、基本的に人狼って役職を名乗り出てしまうと最終的に役職持ってるやつ全員釣ろうぜっていう流れになりがちな気がするので、最後まで役職持ってる人が生き残るってそんなにないと思うよな。よっぽど本物やなっていう風にみんなに分かった時以外は。だから、まあ、潜伏してると歌、まあ、でもこのゲーム、役職使用したら普通占われへんねんけど、容赦なく占ってくるからあんまり関係ないんよな。乙女に、俺も弁護に加わる。ジナを信ずるべきではない。あ、なんかでもジナへの疑いが多めにかかりつつあるか。じゃあさっき弁護したけど、やっぱり俺は大げさに、ジナは危ない。毛先がくるんとしている。OK、 今3人ぐらいの用語入れてたのは全員ずっと用語入れてるけど、それ以外の悩んでる人らは多分今のでジナになびいたはず。シャーミンとか、あーそうでもない、俺に1票も入らん。ステルス上げてよかった。僕ステルスが高いのと可愛げが高いのと、あと最近ちょっと嘘もつけるようになってきました。俺に一分の隙もありません。見てくださいこのパラメータ、可愛げ上げ散らかしたろ。はあ可愛い、俺可愛すぎるな、どうしよう。あれラキオが呼んでる、なんや。はあ、まったく、いくら可能性計算領域にアクセスできないとはいえだ、概念伝達用のポートぐらいは開放できないのかね。音声伝達なんてあまりに旧時代的だろうに。ああ、君には少し難しかったかな。こうやって言葉で話すのは無駄な上に語り落ちる情報が多すぎるということさ。普段喋ってないってこと？そうだな、一つ例を挙げてみようか。君、僕、S級の3人が船に残っているとしよう。僕はエンジニアの報告によって人間であることが確定している。そして S級は明らかに嘘をついている。そしてさて S級は確実にグノーシアだと言えるかな。俺と、ラキオと S級の3人が船乗ってて、ラキオが、確定でしろ、隠しろ。で、S級が明らかに嘘をついてる。さて、S級は確実にグノーシアだと言えるかな。いや、まあ、S級が強人で、俺がグノーシアっていう可能性もあるんじゃないの？って思ったけど、一回わざと間違ってみようか。多分言えないが多分正解やねんけど、あえてちょっと間違ってみようかな。違うね。なぜなら、君がグノーシアかもしれないからさ。それに S 級が嘘つきなまがいものだとしても、AC 主義者やバグという可能性だってある。と、まあこの通りさ。あ、なんか今回そんなに嬉しそうじゃないな。音声や文字ありきの言語では前提条件が抜け落ちていても伝達できてしまう。曖昧すぎるんだ。人間は言語によって思考するものだからね。やれやれ、概念伝達もできないこんな状況じゃ、みんなの知能が著しく低下しているのも無べなるかなだ。上院データ更新、ラキオ。死んだ。ステラが死んだ。ラッキョー、概念伝達に慣れていて声による会話は嫌い。あ、そうなんや。へえ。ていうかそんな技術あるんやこの世界。あとセッツができる限り全員を救いたいと願っている。いいやつやな。いいやつじゃん。ククルシカのデータ驚くほど増えていけへんねんけど。レムナも持ってないな。それに対してジョナスの埋まりっぷりよ。で、雑談する。なんか熱くなってきてない？こういう時は怖い話とか聞きたいな。人間の群れより怖いなんてもんってこの世にねえだろうよ。乗っちゃえ。子供の頃の怖い体験を話した。俺さ、ちっちゃい時にさ、膝小僧すりむいてさ、人面相って知ってるか？顔が体に浮き出てくるやつあるのよ。これが俺の腹んとこに。何やったやろ。お、説に疑いが。でもこれは弁護しとこ。なんかみんながお互いを弁護し合ってて何が何だか分からんねんけど、そろそろ誰か役割を明かせよ。シピさん気になってます。っていうか役割明かせよ。あ、エンジニア。そっか、エンジニアがおって守護天使がいてないんや。守護天使がいてないから、そっか、エンジニア名乗り出たら即座に噛まれて死ぬんや。
だから名乗り出ることができない。あ、なるほどね。守ってくれる人がいないので、そら名乗り出たらその瞬間噛まれるわなってことが。なるほど。ということはエンジニアの人はグノーシアを発見するまでは名乗り出ることができへんってことやな。でシャーミンが断られる。でエンジニアに占われてしまうと僕は死んでしまう役職なので、僕はエンジニアに占われる前にエンジニアが死ぬことを祈るってことやな。なぜかシピが疑われてるから俺もシピに。シッピ、シピです。今日はシピでいきましょう。よし。まあだから翌日僕は占い殺されている可能性も大いにあるわけで、占い殺されてませんように。俺のこと絶対に占んでほしい。噛まれても大丈夫なんですけどね、僕陽子やから。噛まれても死なないんですけど、占われると死ぬので、逆を言うと僕疑われない限り、エンジニアさえいなくなれば、あとはただひたすらぼーっと生き延びるだけです。シャワールームに誰かいる。なに、いけー。はい、残念でした。スキューちゃん毛服着てます。くそが惜しいですな。もうちょい早ければ SQ さんの美ボディ見れたのにね。あ、でもあっちのシャワー誰か使ってるよ。 SQ ちゃんが来る前からずっと浴びてるみたい。ちょっと長すぎよね。これはもしかすると中で倒れてるかもしれませんな。ってことで建前成立ね。これは覗かない手はないですぜ。うるさいな。誰、あ、ラキオか。え、誰。シャワーぐらい静かに浴びたいんだけど。やれやれ雑念を洗い流して資料試作にふけっていたのが台無しだよ。あ、ラキオだこれ。そうだけど、あれでもさ、ラキオってハンでしょそれ。ああ、僕はハンだけど、いわゆるそのあれがあるんですけど。まあでも男性寄りやろ。ああ、それが何、僕はハンだ。肉体的特徴なんてどうでもいいだろ。それにいずれはハン化措置を受けることになるしね。もったいないな。そもそも性別など取るに足らない問題さ。君たち程度の人間だって他に考えるべきことがあるだろう。全く付き合ってられないな。僕は失礼するよ。ラキオ裸で出てったんだけど。はえー、もしかして今回このイベントを見るだけための日？じゃあもう俺死んでもいいや。肉体的には反省ではないが魂の問題らしい。あ、そうなんや。体は男やけど心はどっちでもないってことか。今流行りのやつやん。そうなんや。時代の最先端行ってるね、ラキオ。あ、でもラキオと仲いいわ。ラキオと仲いい代償として乙女と仲悪いっていう結構きつい状態になってるわ。レムナンは信用できない。レムナンには迷いがある。レムナンは怪しいと思います。レムナンは怪しいと思います。あ、でもラキオが用語に迷ってる。やめてほしいな。で、俺に疑いがかかっている。俺あんまりあれかな、うるさくしすぎてるかな。雑談する。ジョナスの絶対死にたくないのコーナー。よっしゃー、いったれい。説は絶対に軍用霊障の話するな。 SQ さんが変かなって思いました。おとなしくしとこ。なんだと。はあ、はあ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 。ここで突然のレムダンの死を、絶対に死にたくないという強い意志を感じる。だがしかし、俺はレムダンに死んでほしい。グッバイ。急にレムダンが言ってきたけど、お、セツが乙女に黒出してる。セツが俺を占って白出してるので、セツは偽物ですね。セツが本物やったら僕死んでるはずなんで、つまり本物はレムダンなので、セツの黒出しは気にしなくて OK だから、乙女が本物かどうかはわからない。逆に言うとラキオとジョナスは本当に白でしょうね。
ん？ラキオが呼んでる。なんや、めっちゃ呼ぶやんけ。とわこね。仕方ないか。選択の余地もさほどないしね。とりあえず君にしとくとしよう。あ、協力？ええよ。当たり前だろ。何言ってんだ、君は。まあ、今後は僕の判断に沿って動きなよ。僕が示した相手を疑い票を入れるだけ。これなら君でもできるだろ。嘘。出し惜しみは良くないな。君の報告を私に聞かせてくれ。ラキオは少なくともグノーシアじゃない。グノーシア3名。この状況で、説が、乙女に黒出ししてって、ドクター折れへんねよな。ドクター折れへんから結構どうとでも言えちゃうよな。まあ、ここは説本物っていう感じにして、乙女を疑っていけばいいんじゃないの。黒出されてんじゃん。んでも、ククルシカとジョナスが弁護を入れた。まあ、説は黒出ししてる立場上疑うしかないから。絶対にジョナスの死にたくないのコーナー。なぜだろう、ククルシカが想像している料理がわかる。あれはボルシ、ボルシに違いない。あ、ククルシカってロシアなの？グノーシアが脂肪だけ消してくれればいいのにな。わかる。よし。トワコさんが変かなって思いました。いや、ここでトワコを排除するのはまずい。よし。助かる。まあでも、あれでもなんで説が弁護を入れてくれないの？説昔疑ってなかったっけ？昔っていうか昨日。まあ説はでもそうか、乙女に黒出しした立場上、乙女が言ってることを信じるわけにはいかなくなってんのか。なるほどな。SQは信用できない。なるほどな。ちょっと言っとくか。大げさに言っちゃえ。まあ、SQ 仲がいい、ジョナスと切り替わったけど、SQ 仲がいいので、できればここは乙女に釣ってほしいんですけどね。まあ、僕としては、人狼が勝っても人間が勝っても、どっちが勝ってもいいんですよ。どっちかが勝った時に、僕が生き残っていれば僕の勝ちなので。だから、まあ、結果的にゲームが終わってくれればそれでいいので。OK。SQ ちゃんに疑い入れたから、SQ ちゃんからちょっとあれかな。嫌われがちになってるかな。 SQ ちゃん、さっきはごめんね。トワコのこと結構好きよ。よっしゃ、嘘でしょ。あ、グノーシアが乗員の半数以上となり、この船を支配しました。結果を表示します。おー、セツククルシカがグノーシアやった。そして俺はバグやった。つまりバイバーイ。ん、これは乗員9人、グノーシア3人、エンジニアあり、守護天使あり。守護天使ありやからエンジニアが名乗り出たとしても守護天使が守ってくるので、なるほどってことですね。やってみるか。SQ シピが仲間となります。絶妙に頼れないな。おお。始まっちゃったぜ。では同志とはご検討に乗ります。あ、そうそう、誰を消すかはトーコに任せるけど、できるだけレムナンには手を出さないでほしいなーって。あの子はずっと昔から私のものなのです。へぇー。どうしたレムナン？怯えてるじゃないか。いや、考えてみたら君いつも怯えてるな。僕のことは気にしないでください。え、なんやろ？ SQ のことを昔から知っている。レムナンのことを昔から知っている。わかんねえよ。ふーん、レムナンをどうにかしつつ、レムナン以外を消していくってことか。エンジニア名乗り出るべきじゃない？でもここは SQ か。に名乗り出てほしいな。あー、シピが言ったか。で、シャーミンが本物。人間だと言え。まず俺が人間じゃないから。私はラキオが怪しく見える。これってあれなんかな。グノーシア以外のやつが疑われてるときはもうバシバシに疑っていって、票を入れろみたいな風にした方がいいのかな。シピ怪しいよね。 SQ の身内切り早すぎへんか。
待て、シピここで死んでしまったらちょっとめんどくさい。だって守護天使が本物のシャーミンを守ればいいって感じになっちゃうから。やっぱそう思った。ジナ怪しいよね。そうね、じゃあジナ、今日はジナにしましょう。ジナに合わせていきましょう。すいません、ジナさん、ちょっと今日は釣られてください。噛まれるよりいいと思います、寝てる方が。おい、休みー。ん、マキオが呼んでる。なんじゃらほい。トワコねー。なんやねん、お前最近ロジック上がってきたから俺のこと好きやな。さては、ええよ、仲良しようぜ。さて、これシピ見捨てて速攻でシャーミン噛みに行ってもいい気もするんよな。最初って守護天使どっち信じていいかわからん感じになってるはずやし。あーでもどうかな、さっきちょっとシピに疑い入ってたから、もしかするとここでさ、グレー噛んでしまうと、まあ翌日おそらくシピが釣られちゃうのよね。そうなるとシャーミンが噛みづらくなってしまう。一か八か言っとく？ここで一か八かシャーミンは、ありなんじゃないのかな？一か八かシャーミン！ダメでした。乙女がグノーシア、なんだと？許せねえ。お、ラブリーレムナント遊べるん、絶対に断られるやん。乙女君なんだけど。わかる！乙女怪しい。あー、悲しいってる！キュア言ってるやろ、やめたれや。キュアのさらに上位系。キュン言うてる。あ、乙女そんなんできんねや。乙女って可愛いのか。あ、乙女はちゃめちゃに可愛い。くそ、こいつは釣れねえ。こいつは釣れねえ。俺はちょっと最初からシピを弁護する流れにしましょう。怪しいの乙女さんで。いや、乙女さんは怪しいですよ。キュン、キュン言うてる。キュン言うてる。そう、キュン言うてる、キュン言うてるで。くそ、キュン言うてるからしゃあない。わからん。まあでも流れ的にここは乙女に入れとこ。乙女キュン言うてたけど、あー、まあもう両方凍らしちゃってもいいっちゃいいねんけど、これでレムナンが守護天使やったらめちゃくちゃめんどくさいな。最後までシャーミン釣ることができへん。まあ、ここを乙女釣ってほしいんやけどね。こいつキュン言うてくる。キュン強い。いや、乙女さんはね、乙女さんは怪しいんやけど、俺が大げさに言ったらこいつキュン言うてくるから、めっちゃ痛い。あ、ちょっと今回大げさに言うのやめよう。歌がキュン言うてくる。キュン言うてくるな。あー、白身のキュンもさすがに押してよかった。どんだけキュン言うたかてや。ダメなもんはダメっちゅうことや。これ誰んとこ行こう。 SQ シビは仲間やし、デムナン仲悪いし、ラキオ協力者やから、なんか行くとこないねんけど。シャーミンは敵対してるし、というか対抗占い師よりも仲悪いのか、レムナン。めちゃくちゃやな。じゃあもう SQ ちゃんとこ行くわ。えいっす。今夜も誰んとこ行く？偉大なるグノースのために。そんな発言よくできるな。誰かがたまたま廊下歩いてたらどうするんや。シャーミン噛む？シャーミン噛んじゃう？もう一回行ってみる？行けい！全然生き残ってるやん。守護天使。ええ加減にせえよ。ラキはグノーシアじゃねえ。よかった。新占い師めちゃくちゃ無能や。ラキオは俺と協力してくれてるから、シピを新目で見てくれるはずなので。となると、もうグノーシアが、乙女が釣られて、どうしよう。めんどくさなってきたな、考えんの。レムナン、俺はお前を信じるぜ。あ、なんでレムナン？レムナンって隠しろ入ってたりする？いや、違うな。遠慮します。まあ、なんかレムナン全体的にこんな感じのキャラなんやな、きっとな。
誰とも仲良くせえへんみたいな。雑談して。スキューちゃん。スキューちゃん好き。食い物なら作ってきてやろうか。こう見えても結構慣れてっからさ。うわぁ、シピに飯作ってきてほしい。で、SQ、いや、SQ って他に疑いは？エンジニアがかけてくる。ラキオがこっち信じてくれてるの美味しいな。あー、ここで SQ が、でも SQ は最初からシピ怪しいって言ってるもんな。シピとのライン切ろうとしてんやろな。俺は城出してもらってるっていう関係上弁護する人のふりをしよう。とはいえちょっとシピ、ここはシピ行きそうやな。レムナン殺せない縛りきっつ。レムナン殺して、レムナン殺してよ。これはシピを守るのは無理や。ずっとシャーミン守ってるからもうどうしようもないな、これ。本当にどうしようもないな。せっちゃーん、ういっす。ラキオは協力者だから噛みづらい。レムナンは殺せない。じゃあもう説噛むしかないよな、もう。もうええわい、もう。じゃあもうええわい、もう。ふざけんな。シャーミンが俺に黒出した。オッケー。まあさすがにそろそろ疑われるわな。でもラキオはここで協力者なので、ラキオはシャーミンが偽物であるっていう風に、言うてくれるはずやから、これ SQ、ラキオと俺と3人でシャーミン釣ってしまうの可能じゃない？これだってシャーミンに弁護入れんのレムナンだけでしょ。はい、雑談を止める。 SQ ちゃんがレムナンと協力体制を組みたがる。で俺に疑われるけど、まあここは否定する。俺はシャーミン、シャーミンや。ちょっとSQ、SQ が流れるように俺を切った。あ、説が守護天使か。説からやったか。さっきのイベント気になるな。 SQ とレムナンどういう関係なんやろ。さっきのイベントでも多分完了させられへんかったから、もう一回見れるんやと思うけどな。同じ条件でもう一回やるべきやったかな。ま、ええわ。なんかサクッと終わるやつないかな。うわ、サクッと終わりそう。これサクッと終わりそう。これにしよう。ラキオと仲間やった。もうラキオのイベントええんやけど。はい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 、留守番です、留守番です、留守番です。開幕しろい。で、ちょっと待って、条件とか見てないわ。エンジニアもドクターもおらん。守護天使と留守番がおる。バグがおる。グドシアがこんなん分かるか、こんなもん。ちょっと待て。すごいな、この条件。人間だと言えー。うん、ステラ違う、ククルシカ違う、乙女違う、分かんねえ。俺の直感力じゃ分かんねえ。くそ。いや、グノシアいないんじゃない？いや、ちょっと待て、これ逆に考えよう。ちょっと待て、つまり演技力が低いやつはグノシアじゃない。だから茂道がもしグノシアやったら絶対に見抜けてるはずやから、茂道はグノシアではありえないというこの逆説的な考え方をしていきましょう。逆にククルシカみたいな演技力高いやつの嘘が見抜けなかったっていう風に考えるべきで、乙女とか茂道は可能性が低い。僕隠しろなので、この後絶対に疑われることも釣られることもないので、まああるとしたら噛まれる可能性はあるけど、俺が嘘を見抜けなかった、つまり嘘がうまい、ククルシカが怪しいと思います。よし。乙女は違う。しまった。俺がククルシカに疑いをかけるべきやった。2ターンしかないのに。様子見ちゃった。もうステラでいいか。今回はもうステラで嫌じゃ。俺の口先だけで、ステラを凍らせてくれ、みんな。あ、ククルシカ凍らせた。しまった。マジか。隠しろの発言って発言力でかいんやな。俺ククルシカに入れてたら凍らせれたやん、これ。やべえ、やべえ、食われる。
食われる。このままだと俺食われる。乙女が呼んでる。はいはい、何でしょうか。あれ、俺な、ひょっとしたらバグかもしれん。え、どういうことです。いやな、説が言ってただろ、俺たちの中にバグとかいうわけのわからんやつが混じってるって。あの話聞いてピンときたんよ。俺昔から思ってたんだよな、俺だけは周りの連中と違うって。だいたい俺なんでこんな格好してんだ。どう考えてもおかしいだろ。あ、よかった、気づいてたんや。とにかく俺人間じゃないかもしれんぞ。お前らも気をつけてくれよな。でも重光さんは人間だと思うの。なんでだ。重光さんの音なのです。重光さんがバグさんかどうかはわからない。そういうことはわからないけど、でも重光さんちゃんとした人間さんの音がする。あったかくて気持ちのいい音。乙女。いい話や。乙女お前いいやつだな。ラキオ。流れるようにラキオが。クソが、許さんぞ。くくるしかナイス。よし、サンキュー。おめえは手強いやつだったぜ。せっちゃん、助けてくれ、助けてくれだよね。うん、そうなるよね。うん、俺もそう思うわ。あ、せつだった。クソ。しかも乙女バグやんけ。あ、もうこれ勝ち目ない、勝ち目ないです。初日くくるしか釣るしかなかったな。っていうか、この配役そうか。余計な釣り一回もできへんのか、村人チームから見ると。くそ。ほんまや、よう考えたら、この条件、グノーシア2体にバグ1人やから、そして常任は7人しかおれへんから、余計な釣りできへんねや。なるほどな。そうか。ミスを一回でも出たら終わるんやな。くそ、今日ダメダメやったな。